斉藤選手は腰が強くて、打たれ強かったって、くる選手が言ってね。ね確かにね、みくるくんの打撃をあんだけ受けて、怖がらないし、倒されないし、やっぱり強いんだろうな。体つきもやっぱりしっかり鍛えてるから、もうなんか弾丸みたいな体してるもんね。丸くて。強いよね、ああいう丸くて、あの体がガシッとした人ってね。大変な人たちと殴り合ったり、関節決め合ったりとかしたくねえよな。 <laughs> まあ何年か本気でトレーニングしたらさ、同じぐらいの試合をできるようになったりとかするんだろうけど、でもやりたくないよな。格闘技は俺は向いてないなと思うね。体の痛みが嫌いだから。 なるべく体が痛まないように、痛まないように大事に使ってて、48歳になってもまだ普通の人が20代で手に入る強さみたいなのがキープできてるから、俺はこれをできるだけ人生長い時間キープして、体で遊ぶことで素敵な時間を過ごせる時間を長く自分の人生に置こうと思ってるから、将来50代は本当ゴルフとかビリヤードとかもそうだけど、 いろんなスポーツで楽しく世界中でワーワー言って、世界中でそれ鍛えた、こう、プロの人とかと試合したりして生きていきたいと思ってるんで、頑張っていこうと思います。百0の王国家系層のケイジョンチャンネル始まるよ